た毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒にお送りしております、はい、本日のゲストダニエルズのお二人です。よろしくお願いします。先日店爆笑問題太田夫妻で大食い企画出たの何それ。あ、そうなんですよ。 どういうこと、モノマネしたの。有吉ゼミっていう番組で、僕が太田光代社長のモノマネをした相方がプライベートの太田さん。難しくない？プライベートの僕はピョン吉 T シャツ着て、コンバース履いて、ネルシャツ着て、太田さんプライベートの太田さんとしてちゃんとロールアップもして、ジーパンのロールアップして、ハイカットのコンバース履いて。そうそう、すごい。太田夫妻やったんだ。やりました。それをなんか有吉の壁のなんか若手予選会みたいので、プライベートの太田夫婦が買い物に来てるみたいなことをやらせていただいて、なるほど。はい、それの流れで読んでもらって。そうなんだ。でも喋りも太田さんに似せるの？いや、喋っちゃうと似てないんで、その勢いだけですね。その出てきた時の「みたいな勢いだけやって、あとはもう望月として喋ってます。大食い持つ？いや、大食いしたのはでも朝日なんで。嘘。僕がいけるんだっけ、大食い系。いや、結構 3.2 キロの焼きうどんだったんですけど、 2.5 キロ食べたんですけど。2人じゃなくて相方だけなんだ。そうでしたね。2.5 キロいくの？光代さんの社長の真似で食べて。いや、なんで結構衣装がきつくて、光代社長のドレスなんで、それがなかったらもうちょい食えたかなと思うんですけど。そんな食べるように見えないんだけど。見えないけど。はい。いや、結構食いますけど。痩せの大食い？痩せの大食いですね。あ、そう。一緒にご飯行っても朝日のが食べますね。あ、そう。はい。すごい食べる。はい。太田社長ってどんな感じの喋り方するの？太田社長、そうですね、リアルだとめっちゃ声小さいんですなんですけど、はい、お酒入るとこう元気になるんで、まあコントでやるときはもう言っちゃえば僕のキャラに近い、ちょっとコントのキャラにちょっと似てる。そうなんですね。なんなら僕らタイタン所属させてもらう前に、タイタンって一回最終面接っていうか、光代社長の前でネタをやって、最終的に光代社長がこう反抗するというか、所属化決めるっていうのがあって、で、初めましてで僕ら行って、じゃあコントやらせていただきますっていう時に、ちょうどなんかその稽古場に段ボールとかが山積みでマネージャーさんが置きっぱなしにしてて、それを社長が、あんたこれ片付けろって言ってるじゃないみたいな、ちょっとあったんですよ。怒ってたんですよ、マネージャーさん。で、その後僕同じようなキャラでネタやって、なんか気まずかったんです。真似したじゃねえかって。空気がやばくて。コントみたいなのをね、見せられてから。まあ、じゃあいいわよって入れてもらって。そうなんだ。頑張りなさいなんて。いけそうだね、確かに。でももう何年だっけ、ダニエルズが、結成して、今5年目ですね。タイタン入って3年ぐらいになりますね。はい、そうなんだ。タイタン入ってまだ3年目ぐらいなの？ 3 年目ぐらいです。はい。なんかその割にはさ、もうなんかよく爆笑問題さんと一緒に近いイメージあるけど、そんなにもうだって2、3年前から結構出てない？なんならタイタンちょっと入る前ぐらいからちょっとテレビ出させてもらえるようになって、だから入ってからは結構順調にっていうか、テレビ去年の次来る芸人だって準優勝だったでしょ。去年準優勝ですね。惜しかったんだよね。惜しかったですね。金の国か、優勝はね、金の国の時のこじるりさんだけが票入れてくれて最後。それで準優勝なんだ。忘れないね、そういうの。忘れないです。ありがたかったです。テレビの制作の方一票も入れてもらえなくて、こじるりさんと渡辺リーダーとか、あとガンバクさんとかだけ票入れてくれて、そのまま準優勝しました。あ、いいじゃん。はい。いや、ガンバクさんもテレビの制作頑張ったんです。ガンバクさん前列にいた。いじられて前列にいたから。フリーランスよ。こじるりの類似タレントじゃないから。そうなんですよ。あ、そっかそっか。でも俺はやっぱりね、朝日くんこの前ね、楽屋をさ、一人で片付けてたんだよ。対策営業終わってさ、楽屋汚れてるじゃん。その時にさ、俺なんか人が飲んださ、紙コップのコーヒーとかをちゃんと洗面台とかに流して捨てて、俺ちょっと感動しちゃったの。あれザ・マミーだから絶対やんないから。具体的な名前、そんなないですけど。タイタンのあれはでも完全にマネージャーさんの教育というか。タイタンの、はい、マネージャーさんでこのなんかペットボトルって空だとそのまま捨てれるんですけど、こう飲み物が残ってるとゴミ箱入れれないから、飲み切っちゃうか、飲めないんだったらトイレとかどっかに流してから、置いてから帰りなさいってよくマネージャーさんに怒られるんで。タイちゃんってそういうマネージャーさんが教育してくれるんだ。そうなんですよ。ちゃんとだったね。で、たまたまその僕最後で飲みかけあったんでみんなの捨ててってやって。はい。その日もちょうど爆笑さんが確か出てて、で、2公演目、みんななんかネタ終わったら書いちゃってて、はい、僕一人だけ残って爆笑さんの漫才見た。相方は普通に Q さんと飲み行ってましたから。見えてないですよ。Q も炊いたんじゃん。2本目ダメだよ。2本目ちゃんとネタ書いてたのに。最後爆笑の漫才が見てないの？見てないの？1本目まあまあで2本目めちゃくちゃ。1本目見たんですよ。1本目まあまあだったの見て、あ、そうかって思った。だって八王子の方の前でずっとガーシーの話していけるわけないじゃん、そんな営業で。まあまあかって思って。2本目はもうちゃんと調整してさ、そうでした。めちゃくちゃウケてたよね。めちゃくちゃウケてた。すごいなぁと思って。すごいなぁと思ったよ。営業ネタやってましたよ。営業ネタやってさ、そういうの見とかなきゃだからその時だけタイタンの後輩で朝日くんだけだもん残ってる。そうです。ちゃんと楽屋のちゃんと掃除してやって。ちょ怒った方がいいんじゃない？いやいや、それを普通に怒るキャラクターで怒らないから、ちゃんと残れって言ってんだ。本当ですよ。こんなトーンで怒んないですよ。ダメだよ、ダメだよって言っちゃって。Q とダニエル仲いいんでしょ？仲いいです。同期というかタイタンに一緒に入ったんですごい仲いいですね。Q の清水さんは僕らの先輩なんですよ。空手やってたの昔で。ピロさんは多分芸歴で言ったら後輩なんですよ。背高い子でしょ。だけど出会った時にもうタメ口で僕らが下から行っちゃって後輩感出しちゃったから途中で気づいたんですけど、ピロさんはもうちょっと帰るのめんどくさいからこのまま行くわって先輩と後輩逆ですけど、本当はそうなんだ。なんか普通にもうタメ口で仲良くなっちゃえばね。個人的には何年ぐらいやってんの？もずくんは何年やってんの？僕は10、13、15？ね、もともとね、くしたま80ってコンビ。これ80って読むんですよ。間違えてる。知ってるようにさらっと言おうとしたけど間違えて書いて80って言う。くしたま80は何？どういうコンビだったんですか？これは今浅い企画にいる植木恋愛研究所っていうコンビのロマンス河野くんっていうのとコンビ組んでて、ここ渡辺エンターテインメントにいたんですよ。植木総合研究所じゃないの、昔の。植木総合研究所から植木恋愛キューティーの相方が僕の相方なんですよ、今。誰が分かんない。なっちゃん全部分かりますよね。分かりました。それで解散しちゃったの。なんでくしたま80は解散したの？これは相方が俳優になりたいって言ってで解散したんですよ。あら、そうなんだ。何年ぐらいやってたの？7年ぐらいやってました。でもダニエルズよりも長いじゃん。長いです、長いです。でその時の同期が朝日のコンビで、朝日はゴールデンハイスクールっていうトリを組んでたんですよ。ゴールデンハイスクールやってたの？知らないでしょ。知らないでしょ。知らないです。ゴールデンハイスクールやってました。その前にアーチっていうコンビとかやってまして。俺そういう知らない人のやつ聞くの大好きだよ。ゴールデンハイスクールは誰と組んでるの？ゴールデンハイスクールは井出健っていう今 K プロでピン芸人やってる井出健っていうのと、あとともろうっていう今もサラリーマンやってるピン芸人とやってました。なんならさっきこの番組の作家さんなのかな、深町くんは養成所の同期なんですよ。そうなんだ。どこの？渡辺の鍋の。そうなんだ。からさっきああみたいになってた。そうなんですよ。なんなら解散した後朝日深町くんと一回組もうとしてましたから。そうなんですよ。僕その養成所を卒業したらなんか所属できるのが5、6組で。で当時一緒に入った同級生が大学生だったんで、所属できなかったら俺辞めるわって言ってて、もし所属できなかったらちょっと組んでくんないかなみたいな、深町君ちょっと面白かった。面白かった。漫才コンビで当時めちゃくちゃおもろかったです。その後深町君もピンになってでマセキ今ここの写真あげる人になって。いやいや、それだけじゃないからね。写真あげてるからね。そうそう、ツイッターの写真あげてるだけじゃない。でもじゃあ東京のね、なんかいわゆる養成所入って組んでみたいな、なんか王道の東京のなんか芸人っていうことですよね。そうですね。ただ相方は実はその前2年前に NSC も行ってて、東京 NSC も行ってるんで、そこはジェラードンさんとか渡辺直美さんとかジャンポケさんと実は同期なんで、ちょっとややこしい。ちょっとややこしいね、もう鈴木君。でもちょっと半年で辞めてフリーターを2年半やって渡辺に入ったので、そこ数えてないんですよ、芸歴として。あ、いるよね、そういうやつ。そういうやつ。でそこだって舞台とかで出てないんですよ。本当に養成所でダンスを踊って、あ、なんでお笑いやんのにダンスを踊んなきゃいけないんだろうと思って、半年で辞めちゃったんですよ。まだ18歳だったんで。でも、今その時の同期に会ったらやっぱり。はい、たまたまその時、ジェラードンだけ、同級生で仲良かったんです、同じクラス。そこだけ覚えてて、そしたら数年後に、有田ジェネレーションって番組で一緒になってたりして、で、よもっち同期じゃんみたいな話になって、隠してた部分がこうだんだん出てきちゃうというか。だから結構本当はそれでもさ、続けなきゃいけなかったんじゃないの？やめ。そうですね、一回から抜けちゃってるんで。そうでしょ？出戻りしてるんで。だからやっぱり何や、パチンコとかしたんでしょ？ずっと2年半。パチンコやったり車いじったりです。何車いじったり？車をこう買い、そんなことしないですけど、そのお金貯めて車改造して乗ったりとか、その車持ってたの？なんか親のマーク2いらないからって言って名義変更したこいつ。親のマーク 2？ マーク2もう乗らないから使うならあなた維持しなさいって言われて名義変更して、19ぐらいでもう車持ってたんですよ。それを一生懸命改造したりして、それで NSC 辞めてフリーターの間ずっと。でも僕バイト3つか4つ掛け持ちしてました。うわすごい。じゃあ金持ってたんだ。羽振り良かったんだ。羽振り良かったです。バイトしてたから。それはもう芸人なんかできないもんね。できないです。もうお笑いほとんどやってない。その後じゃあ口玉なんだ、金玉、金玉エイティー、ダメです、口玉エイティね。それで今いろいろあったけどね、最終的なこの石根花子落としたわけじゃないですか。そこが結婚した。そこですよね。去年結婚したんでね。去年結婚しました。青い優、南海キャンディーズ山ちゃんみたいなね、あれ以来の衝撃だったけど。いじりすぎです。これは石根花子ちゃんはもう元々芸人としては同期なんです。あ、そうなん。渡辺コメディスクールの同期で。え？じゃあいるね、いっぱい。その時から付き合った。そうです。だから10年ぐらい交際してて、でも誰にも同期にも誰にも言わずに付き合った。誰も知らなかったって。誰も言わず。相方は知ってた？僕だけ知ってたんですけど、僕もともと組む前からモッチーと仲良かったんで。なんか怪しいなと思って、でも口固いのしてたんで、150回ぐらい永遠に聞いたら、いや、実は、本当に150回ぐらい聞いたら、絶対言わないで教えてくれたんですけど、でも僕もそれ言えないんで、やっぱ同期の芸人とかなんで、女芸人なんで、やっぱちょっとこのノリで、同期芸人が下ネタとか言ったりするじゃないですか。楽屋一緒だもんね。でもそれを止められないのが本当辛くて、いや、モッチーの彼女なんだよって言う。言えないのが辛くて、相方の気持ちをね、考えると辛かった。発表してくれてよかったです。奈々子ちゃんの方も誰にも言ってなかったの？誰にも言ってなかった。なっちゃんも知らなかった？全然知らなかったですね。流れてこなかったです、そういう噂は。誰にも本当に。ただ一回有田ジェネレーションの打ち上げの時に、なんか有田さんがたまたま携帯のフォルダで石根奈々子ちゃんと写ってる写真を見ちゃって、なんだそれってなって、その打ち上げにいた人にだけ実はっていうのを言ったんですよ。そしたらその場にいたソニーの桐野康夫さんっていうピン芸人さんがめちゃめちゃ実は言いふらしてたっていう。あれだから本当大事件でした。本当に奈々ちゃんにめちゃくちゃ怒られました。奈々ちゃん桐野さん大嫌いなんで。あいつがバラした。あいつは許さない。いいだろ。松島奈々子とかじゃない。そうなんですよね。そこまで秘密を守るのが分かんないけどね。それやっぱりなんか気まずかった。いや、そうだ。なんかそれこそ付き合ったのはもう本当に芸歴3年目ぐらいの時だったんで、もうまず同期にいじられたくないっていう。そっか。同期ライブとかあったんですよ。そういう時にこいつら付き合ってるみたいなが絶対嫌で。ああそう。打ち上げでも一緒に参加してみんなと一緒に帰ってバイバイして、そいつら同期毎て集合して泊まり行ったりとか。ちょっと興奮するんじゃんそれ。なんかそう甘酸っぱいね。結婚までしちゃえばね。そうそうそう。なんだろう、そこはいいんだろうけど、別れる可能性あった。そうですそうです。それもありますし、同居者で別れるから。はい、気まずいですし。そうだよね。10年付き合ってね、やっと結婚だもんね。10年付き合って。じゃあ彼女の活躍も見てたんだ。見てました。彼女だって R1 だって決勝行ったもん。R1 の決勝の時僕焼き鳥屋でバイトしてて。テレビモニターに奈々ちゃんが映ってたんですよ。で店長とかお客さんに「この子面白いよねジブリの」なんて言われてて、僕もうほんといやこいつ俺の女ですよって言いたかったけどこいつ俺言えないし絶対言えないじゃないですかいいじゃん隠してなんか焼き鳥焼いてあおもろいですよねとかお酒出してはいやってましたよ。だからあのジブリのネタかなんかやってたっけ。やってました。不思議って言ってやってて家やんのああいうの家とかであでも近いものはありますね。近いものがある。あのひまわりを今育ててて今朝もなんかひまわりがこうちょっと芽が出たみたいなで大事にしてたらなんか虫が食っててひまわりでこの虫を退治しなきゃいけないじゃないですか。全部食われちゃうから葉っぱで僕ネット調べたらその殺虫剤みたいなのかけてその葉っぱを生かしてあげなきゃいけないんですけどもうその殺虫はできないってでそれをこう手に取ってゆっくりこう外の芝生にこう返しに行くんですけどもう20匹ぐらいいるんですよその幼虫が。だから10匹ずつぐらいをこう往復してちょっとずつ自然に返してあげるみたいな。ナウシカだ。いや生き物をものすごく嘘だと思いますけどね。いやこれ本当だと思う。はいなんか一回家に結婚して同棲した一緒に住み出した時見に行ったことあるんですけどなんか無理にもう壁にジブリとか逆に締め付けられてるからって辛そうな。そうでは嘘じゃないですよこれは本当に10年隠し続けてるんで本当のことは言わないですよ彼は。メルヘンキャラ作りやってるわ。そんなことないそんなことない。この後もダニエルズのお二人を来ていただいてます。ダニエルズさんへの質問来てます。4番目、面白そうで拝見してから気になっていました。大きい声出すなというネタは実際にそういう人がいたのですか。最近私は子供と言い合いになりガーって怒ってしまった後お母さん大きい声出して悪かったよと謝り自分にダニエルズかよと突っ込んで平静を取り戻すのが一連の流れです。あこれはでもそのまあモデルがいるわけじゃないんですけどもともとなんかあれ捜査本部のネタなんですけど、はい、ファミレスでなんか僕捜査を立て直しまくるみたいなネタを僕が作って合わせてたら相方がなんか熱入っちゃってファミレスででっかい声出したんですよ。事件はなんか解決するわけじゃないんだみたいな言ったんで僕は大きい声出すなってそのキャラの女性のマヤミキさんのまま言ってただそれを永遠キレまくってたんですアドリブで。したらあこっちの方がおもろいからこれだけ永遠やるのをやってみようみたいな感じでファミレスだから大きい声出すなって言ってた。そうなんですよ。そっから始まって大きい声出すなでそっからでしたね。なるほど。大きい声出しちゃった。いや夢中でそのなんか大事じゃないですかそのシチュエーションの。わかるけどさそういうとこあるよ夫婦で。夫婦ではない夫婦ではないですよ。夫婦でそういうとこある。そういうとこあるよ。本当あります。夫婦で奈々ちゃんはないでしょ別に。僕だけでしょ。あそれでまあ石出と望月はそういうとこある。そういうとこないでしょ石出は。望月だけでしょ。箕島太郎さんですね。女装するとき見えないところからということで下着も女性用をつけたりしてますかということで。でも足反ってないでしょやっぱり。そうです。だからその女装をやり始めてから結構こう。女装に飲み込まれそうになる時があるので多分やっぱ女性の人とかってメイクとかこだわるじゃないですか。やっぱその気持ちもちょっと分かってきてですね毛も剃っちゃおうかなと思ったんですけどそれ剃ったらなんかもう一歩入っちゃいそうな気がして最後も取り出らしいです。戻ってこれないような気が俺は男だっていう俺は男だっていうのを残すためにすね毛だけは剃らずにタイツで隠すようにして楽屋たまに一緒になる時さやっぱりブラジャーもしてる。ブラジャーはやっぱちょっとさせてもらってしてるじゃん。ドキってすんだよね本当に。そうなんですよ。申し訳ないなと思って。でも女性楽屋に行くわけにもいかないしね。そうなんですよ。困りますね。トイレとかもびっくりしますよね。女性の格好で入ってきてなるべく台の方に入るようにしてるっていう。そうなんタッチションで局とかで知らない人が入ってきた時にふわってなるんですよ。間違えちゃったみたいな。なんか心理のあれなんですけどいつも大体ライブだと若い女の子が多いじゃないですか。だからなんか女装して笑いを取ってかましてやろうって気持ちでやってるんですけどこの間なんか下北ドーンっていうライブ出たらなんかアイドルの方も出るライブでお客さんがほとんど中年の男性の方だったんですよ。でちょうどその日やるネタが僕が巨乳ギャグをひたすらやるってネタだったんですけど目の前ずっとおじさんたちだったんでやっぱ本当にちょっと照れちゃってやらしい目で見てる違うの笑いでやってるの私みたいな変な感情になっちゃっておじさまも照れてるしみたいな変な空気で。なるほどね。巨乳ギャグって何？スギちゃんのおっぱい先生とは違うもんね。違う。なかなかスタイルもいいし、ちょっと綺麗なんだよね。リアルな女性をやろうと、女装で笑い取るっていうよりはリアルに思ってるんで。そうやっぱなんか女装でやっぱちょっとマインドも変わるもんね。メイクするとちょっとこう。髪は地毛でしょもちろん。髪地毛でやってます。ね。そうだよね。美人なのかもねやっぱり。望月君はやんないの女装は。あ、僕もやったことあるんですけど。あるんだ。僕はなんかモダンなブスになっちゃって。何そう？だからそれは有田さんに言われて、モダンなブスでジャズなブスだなお前みたいな。絶妙に笑えない。絶妙に笑えない。やっぱ望月君もさ、あんまり気づかれないタイプでしょ街歩いてても。あ、全然気づかれないです。声かけられたことある？ダニエルズの望月さんでしたねって言われたことある？これでも本当タイムリーなんですけど。このラジオ来る前にちょっと朝日と打ち合わせでそのカフェ行ったんですよ。そしたらカフェの店員さんが「ダニエルズの望月さんですよね」って。あそこのプロントでしょ。あ、そうです。あの女の子だけがお笑いマニアなの。あ、そういうことだ。そうか。今日ラジオショーのゲストだって分かってるから。そうか。それでか。剛さんにも話しかけるんだから。そうなんだ。今度取れましたチケットって。あの子はもうすごい仲いいから俺は。もし事前に電話いただければパスタ茹でてますってぐらいから。あの子はもう仲良くなってるから俺。そうだったんだ。あ、でも嬉しいね。嬉しかったですねめちゃくちゃ。初めて今日初めて。いや本当初めて。めちゃくちゃ嬉しかったですよ。今日の今日で初めて。今日の今日で配信も見てましたみたいな言われて。こんな子がいるんだと思って。初めてが有楽町のフロントだじゃん。だからこの後朝日も来ますかって告知までして。あ、そうなんだ。あ、よく分かったね。いやでも嬉しかったですけどね。マスクしてても分かってくれた。いやでも普段は気づかれないだろうね。気づかれないタイプだと思うな。はい。さあそれでは。あ、終わり？喋りすぎちゃった。そうでね、ちょっと告知をね、早かったって言いますね。オールナイトニッポンゼロをやるんですか。なんか優勝してね。はい、お笑い有楽町で優勝させてもらってやらせていただきます。すごいこれタイタンが3連覇したんでしょ。そうなんですよ。ちょめちょめクラブまんじゅう大帝国で僕らがにわかにやらせて今。いや違う。つぶやかれてます。政治です。違います。だから先週来たんだ。爆笑問題。違います。バーターとか言われちゃうの。オールナイトニッポンゼロがこれね優勝のだから得点として。そうなんですよ。やるですね。6月の4日土曜日深夜27時から生放送でございます。生放送。生放送。すごい遅いじゃん。次の日大丈夫早坂営業。次の日青森早坂営業。八戸行かせていただいて。寝坊しないように。はい。これはもうコーナーとかも決まってるんですか。はい。なんか大体決まってまして。僕が演じる女性キャラが言いそうなセリフを送ってもらうコーナーだったり、あと望月が大喜利が苦手なんでソーラン節を踊りながら大喜利を答えるという。ソーラン節って何できるの。ソーラン節を好きで YouTube で踊らさせてもらってて。あ、そうなの。なんだよ。ソーラン節が好きだから踊りながら大喜利をやる企画、そういう感じのもやってるんで、コーナーの情報とかメールの宛先などはオールナイトニッポンのツイッターでこの後なのかな出ると思うんで、よかったらよろしくお願いします。わかりました。ぜひ皆さん聞いてください。ちょっと早坂さんの話したかったですね。早坂さんの話ね。用意してたんですけど。いやもう絶対いいよ。絶対用意してたの？いっぱい用意してます。本当に用意してたんですけど。来てくださいよ。読まない人の言い方ですよ。ということでお時間です。今日のゲストダニエルズのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。